私はモンゴルを中心にして東北アジアの歴史を考えています。モンゴル人は歴史上遊牧民として知られています。遊牧というのは主に5種類の家畜、馬、ラクダ、牛、羊、ヤギを天然の放牧地を移動しながら飼育し、肉、乳、皮、毛などの牧畜生産物を獲得し、また家畜を乗り物として用いることによって暮らす独特な生業です。現在モンゴル民族は主にモンゴル国、中国にまたがって暮らしていますが、特にモンゴル国では伝統的な遊牧民の生活が今も営まれています。しかし歴史を遡ると、遊牧民はユーラシアの大陸の中央部に、東は中国東北部から西は東ヨーロッパにまで広がる草原ステップ地帯を活躍の舞台としていました。古代ギリシアの歴史家ヘロドトスは、黒海北岸にいたスキタイと呼ばれるアーリア系の遊牧民について詳しい記録を残しています。ユーラシア東部で最初に記録に現れるのは、紀元前3世紀に現れた匈奴という遊牧民でした。その後も鮮卑、従前、突厥、ウイグル、契丹などさまざまな遊牧民の国が盛衰を繰り返しました。司馬遷が表した史記など中国の歴史書には、モンゴル高原に勃興した遊牧民について詳しく記されています。モンゴルはユーラシアの歴史に大きな足跡を残しました。その活動は12世紀末に現れたチンギス・ハーンに遡ります。彼が建国した大モンゴル国、モンゴル語ではイフ・モンゴドールスと言いますが、これはユーラシアの大陸の大部分を支配する帝国となりました。このことはよく知られています。モンゴルの日本侵攻は元寇と呼ばれ、日本史上の重大事件でした。しかしその後のモンゴルについては我が国ではあまり知られていません。チンギス・ハーンに始まる大モンゴル国が滅びたのは1634年、日本で言えば江戸時代の初めのことです。この年最後の大ハーン・リグデンが死に、モンゴル高原南部がマンジュによって征服されました。これを機会にマンジュは自らの国を大清国と改めます。これが中国最後の王朝清の始まりでした。その後清は中国本土やモンゴル北部、新疆、チベットも支配下に入れ、20世紀初めの滅亡まで続きます。私は主としてこの清の時代のモンゴルの歴史を研究のテーマとしています。モンゴル遊牧民の暮らしは私たちのそれとは大変異なっています。300年近くに及ぶ清の時代や20世紀の激動の歴史を経て、このような独特の暮らしが今なお受け継がれているのは驚くべきことで、非常に興味深い歴史史料だと言えます。この問題を考える上で清の時代が重要な意味を持ちます。17世紀から20世紀初めまでのモンゴルの歴史は中国最後の王朝清の歴史の一部です。圧倒的な人口と経済力を持つ漢族と一つの国に暮らしながら、モンゴルはこれにどうか吸収されることはありませんでした。中国というと日本と同じように漢字文化の国だと思いがちです。しかし私たちがこの時代のモンゴル史を知るための資料は多くがモンゴル語で残されています。清の時代、モンゴルには中国風の文書行政が導入されました。しかしそこで使われていた公用語は漢語ではなくモンゴル語だったのです。清の支配者であった満州人は満州語を国語として用いました。満州語はアルタイ系の言語で、モンゴル語に非常に近い言語です。文字もモンゴル文字を改良したものでした。清の時代のモンゴルは行政言語としてはモンゴル語と満州語の世界だったわけです。また清はモンゴルの遊牧経済の維持に努めましたし、当時のモンゴル人が信仰していたチベット仏教も保護されました。つまり清という国は
異なる文化を維持させる統治構造を備えていたわけです。それが現在の中国の文化的多様性にもつながっています。遊牧文化を持つモンゴル人の記録がモンゴル語で残されたということは、秦の時代のモンゴルが遊牧民の文化を遊牧民自身の言葉で書かれた記録を用いて研究できる時代であることを示しています。膨大な数のモンゴル語文書資料がモンゴル国や中国の文書館に保存されており、私たちの研究を支えています。近年、これらの文書資料による研究が進んだことにより、秦の時代のモンゴルにはそれ以前の時代の文化要素の多くが受け継がれ維持されていたことが分かってきました。それは言語、宗教、社会の構造、行政統治の在り方など様々な分野に及んでいます。そこで分かったことは、かつての遊牧帝国の構造を考える上でも多くの示唆を与えてくれます。例えば、この時代のモンゴルには改名という制度がありました。これは王族や官吏が集まって世俗の追放やさまざまなトラブルの調停、犯罪の処罰などを話し合う会議です。モンゴルではモンゴル帝国時代のクリル体が有名ですが、秦の皇帝もトラブルは自分たちで話し合って解決しろというのが基本的な態度でした。皇帝の統治というと専制的なイメージがありますが、この時代のモンゴルでは人々が話し合いによって問題を解決するシステムが機能していたのです。また秦の時代は南方の漢民族との交流が進んだ時代でもありました。遊牧民にとっても絹や木綿のような衣料品やお茶や穀物などの農耕生産物は生活に不可欠でした。ですから遊牧民と農耕民の交易は遊牧民の歴史に重要な位置を占めています。遊牧民と農耕民が日常的に交流することができた秦の時代は、この問題を考える上でも多くの材料を与えてくれるわけです。このようにモンゴルに視点を置いてユーラシア東部の歴史を見ていくと、その文化的な多様性とそれを育んだ国家社会の在り方が際立って見えてきます。これはモンゴルだけでなく、チベットやトルキスタン、新疆など他の文化に視点を合わせても同じでしょう。東アジアというと漢字文化圏に視野が限られがちですが、モンゴルなどの多様な文化、さらにはロシアも視野に入れることによって、私たちは地域の歴史をよりダイナミックに捉えることができます。東北アジア、あるいは北東アジアとは、それを可能にする視野を確保することのできる地域概念だと考えています。